します。メリークリスマス。ミュージックステーション。メリークリスマス。メリークリスマス。峰陽子ちゃん見て、歩くクルスだって、クリスマスツリーなの。もうクリスマスっぽいでしょ。これ譜面があるね。これ何の学校なんだ。何でしょうね、よくわかんないけど、見ていっぱいつけて。わあ、すごいね。さあ、そしてこの南野陽子さんからのプレゼントがこの帽子でしたよね、はい、コレクションしてるんだそうです。これはどういう思い出が。思い出というか、まあ、数ある中から一つなんですけど。どのぐらいの数あるんですか、帽子。300。300ぐらい。すごい。そしてその当選者が実はもうすでに決まっています。ずんざんずんざん。じゃあ南野陽子さんから発表していただきましょう。どうぞお読みください、はい。東京都目黒区の堤雄一さんです。おめでとうございます。飾ってください。男の子。おめでとうございます。おめでとう。飾ってください。雄一さんは本当に幸せ者ね。クリスマスの日ね、よかったですね。学校に行くときに被ってください。似合うと思います。そうですね、通勤通学何でも役に立つ帽子。ますでしょうね、はい、とまいった。こういった具合にどんどんプレゼントをご紹介していきますので、チャンネルそのままにしておいてくださいと詰めました。はい、ありがとう、はい、テキパキありがとう、はい、さあそれでは行きましょう。南野陽子さんです。「してゆきたいんです」